アリアです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。今回はアリアの毎日メイクを紹介していきたいと思います。それではどうぞ。はい、今ノーメイクになったんですけど、これからメイクをしたいと思います。まずですね、ベースとかを塗る前にこのレシピストバランス整う化粧水を塗っていきます。これでね、お肌の調子を整えます。コットンにつけます。もうこれでね、ひんやりして朝からスッキリになります。で、朝一番でメイクするときとかは化粧水とかやった方がスッキリとするし、メイクの塗りもいいと思います。こんな感じで適当に化粧水を塗ったら保湿をしていきます。これもレシピスト水があふれるバランス美容液、このジェルのタイプを顔全体に塗っていきます。保湿は大事です。その自分が保湿が大事だなっていうところと、いつもカサカサしてるなって思うところはいっぱい塗ります。保湿ができました。では次にベースを塗っていくんですけど、まず下地を塗っていきます。もうすぐ夏で結構暑いので、この日焼け止めみたいなやつなんですけど、これはトーンアップもしてくれるしすごく好きです。これを塗っていきます。下地としてこれね、紫なんですよ。紫だからね、透明感も与えてくれるし、しかも SPF も50で焼けないです。自然な透明感を作ってくれるので、焼きこれはね欠かせないですね。でこれはなあんまりカバー力とかはないんですけど、まあ、日焼け止めとトーンアップとして、まあ、使ってます。で次にこれは、まあ、使う時と使わない時があるんですけど、これはモイストラボフローラ皮脂崩れ毛穴カバー下地です。これも化粧下地なんですけど、これは結構カバーしてくれる化粧下地です。でこれはなんか結構赤みとかがある部分をカバーしてくれたりします。こんな感じで赤みがある部分を重点的に塗ります。じゃあ次にダダン、 BB クリームなんですけど、 FTC プレミアム BB ポアカバー、BB ポアカバークリームワーコライトベージュ多機能日焼け止め用クリームです。これもね、赤みがあるところとか自分が気になるところとかを塗ります。でもこれはねすごくいいです。全然カサカサもしないし、でもね結構カバーもしてくれるんですよ。これ BB クリームなのにおすすめです。で画面で塗ってるとどんだけ塗ってるとかあんまりわからない。まあ、でもねクマがあるところとかもいっぱい塗っていきます。まあ、塗り残しがないように塗っていきます。こんな感じで塗り終わったら、まあ、ニキビとかを隠したい時のコンシーラーを塗ります。これは鼻の周りとか隠したいところとかに塗ります。これはねあんまり塗りすぎるとちょっとあれなんで、ポイントポイントにちょっとだけ塗ります。よし、まあこんな感じですかね。周りに馴染むように手でババーンってやっていきます。じゃあ次に今日はしたいんですけど、普段とほっぺの赤みとかが気になる時とかに、とミシャのクッションファンデーションをここら辺とかにパタパタとかおでことかにもつけたりしてます。でこのクッションファンデはすごいおすすめです。とじゃあ次に資生堂ベビーパウダープレストを塗っていきます。これをパフパフしていきます。まあこれでねマットな肌になるのかな。これでね化粧の浮きとかも抑えられると思います。ベビーパウダーの匂い好きなんですよアリア。まあ、こうやってねパフパフをしていったら完了です。ベースは完了しました。で次に眉毛をやっていきたいと思います。眉毛はね結構アリアはしっかりしてる方なんで、そんなにしっかりは描かないんですけど、まあちょっとニュアンスだけやっていきたいと思います。こんな感じのねやつを使ってます。3色入ってるやつで、結構眉毛の色が濃いので、一番濃いのと真ん中の中ぐらいのをちょっと混ぜて使います。端っこら辺だけちょっとだけ
塗ります。ちょっとだけ薄い部分を埋めるように少しだけ塗っていきます。先頭の方は薄い色の方がいいです。どんどん濃くなっていく感じにした方が眉毛はいいと思います。でこの眉毛のやつをやってるついでに同じ眉毛のやつでローズシャドウもやっていきます。これでねピュッてこうやってからぼかすとそんなやってる感もないし自然な感じになります。ね、アギはノーズシャドウはあんましないんだけどちょっとだけやります。 OK 眉毛もねそんな描かないのでちょっとだけピュッてこれで終わりです。よし、じゃあ次は眉毛の形をこうやってこういうブラシで整えていきます。よし、これで眉毛も完成ですね。じゃあ次にチークを塗っていきます。このチークはねすごく可愛くてお気に入りなんですけど、ポール&ジョーのチークです。柄がすごい可愛くて、この、ね、中にも絵柄が入っててすごい猫ちゃんが可愛いです。でこのチークは2色のチークなんですけど、これをこうやってワンジルシャットの筆で混ぜてこんな感じに塗っていきます。この骨に従ってっていうのかな、ほんわり塗っていきます。なんかグリグリグリって感じじゃなくてフワッフワッってOK です。こんな感じでフワッフワッと自然な発色にしていきます。なんかちょっとだけねラメ感もあってすごい肌が可愛く見えます。肌が可愛くまあ可愛く見えます。次にアイメイクに入っていきたいと思うんですけど、アイシャドウはこのエチュードハウスルドルフプレイカラーアイシャドウミニトナカイを使います。このね色味がすごいアリアが好きな色味で、見てください、もう神色でしょ。この色が入ってるパレットです。このねバミメロのやつも使っていくんですけど、これもブラウンとピンク系のアイシャドウパレットです。でまずマットなラメも何も入ってないこの色をアイホール全体に塗っていきたいと思います。アイホール全体と涙袋に少しこの感じでちょっと囲む感じで全体に薄く塗っていきます。ね、この今塗ってる色はくすみピンクの薄い版みたいな感じの色なんですけど、実際に塗ってみたらそんな全然ピンクピンクって感じの色じゃなくて淡い色、まあベースに塗れました。じゃあ次にブラウンの色を使っていきます。ブラウンの色を二重幅に少しだけ塗っていきます。次にこの色を二重幅に塗ります。これは結構目がはっきりする感じです。こっちをちょっと目尻を濃いめにさっきの色を塗ります。で目尻を濃くすると目がパッチリ見えます。でここでアリアポイント、涙袋のアイシャドウなんですけど、この一番濃い赤ピンクみたいなをこの細い筆みたいなので取って、ここがポイントですよ。涙袋の下まつげの生え際に線状に塗っていきます。わかるかな、なんかこういう、あ、なんか失敗したけど、ちょっと線状にねこんな感じで描いていきます。こんな感じでここにピンクが入った感じです、まあ、こんな感じで涙袋をこうやったら、この目頭に、目頭はね白いこのキラキラっとした感じのやつを塗ると目がぷっくりして見えます。で目頭にねこういう白とかゴールドとかのキラキラを入れると本当に目の涙袋がぷっくり見えるし輝いて見えます。ね、涙袋は重要ですよね。ほら今塗ったらすごいぷっくり感が出たかなって思います。んで目の下にもうちょっと色を入れるためにと薄い茶色を少しだけ塗ります。目尻は濃いめにして塗ります。何でもね目尻は濃いめにしたら目が大きく可愛く見えます。じ
じゃあ次にアイラインをしていくんですけど、このアイラインは D アップのブラウンブラックという色を使っていきます。アイラインは勝負だぞ。Eラインもね、最近ちょっと引くようになったんですけど、本当に難しくて、どうすればいいんだろう。ここに鏡置こうか。そうだ、これを鏡にすればいいんだ。これインライン引けてます？あれ本当に引き方わかんないんだけど。でもインライン引いた方が、いや、大きくなると思います。あとこのアイラインの色とかもブラウンブラックにした理由は、ブラックだときつくなりすぎて、ブラウンとピンク系のアイシャドウを使ってるので、まあ、同系色でまとめた感じですね。そう、同系色でまとめると目もはっきりするし、ラインだけがなんか浮くっていうこともなくなります。じゃあ次にこれなんて言うんだっけ、これをしていきます。あ、そうそう、ビューラー。これはね、あんまり意味ないんですけどね。ビューラーはあんまりアーリアは変わらないけど、一応やっときます。下まつげこうやる人いるじゃないですか。これできないんですよ。怖くないですか？あげたら、あれ、マスカラをここに持ってくるの忘れちゃった。てててててててるるん。マスカラ見つけました。最近アイシャドウとか全然買ってないんですよ。自粛中ね、買えないし、あとおすすめのアイシャドウがどれがいいのかとか全然わかんないので。ね、みんなおすすめのアイシャドウとかがあったらコメント欄に書いてください。じゃあマスカラは上から下にこうピュンってカールさせるように、上から下じゃない、下から上だ下から上にカールさせるように塗っていきます。こういう時に前髪が邪魔です。前髪のクリップとかね、欲しいですね。でマスカラもこれは、ブラウンですね。デジャブのピンクのブラウンのカールタイプです。こんな感じで目の下じゃなくて、下まつげもやっていきます。下まつげはあんまり塗りすぎると涙袋とかについちゃうので薄く塗ります。難しいけど、こんな感じです。見えるかな。マスカラができました。最後にリップをしていきます。リップはまずこれを塗っていきます。ディオールアディクトリップマキシマイザー001番です。なんか唇をぷっくりさせてくれてすごくいいです。しかも匂いがすごく独特で好きです。アリオは、本当にね、これ塗るだけですっごい変わりますよ。もうこれ最高って感じです。なんていうの、この匂い、味、なんかちょっとスースー系のやつです。でもすごいうんってなります。でアリアが最近お気に入りのリップはこれです。これはローム&ゼロベルベットティント03番です。これね、赤リップなんですけど、すごい発色も良くて、今赤リップが好きなので塗りますやっぱ赤リップを塗るとすごく可愛くて好きです。やっぱ赤は最強、私が好きなレッドよ。ね、リップ塗るだけで印象とか変わるので、なんかアリアは気はしてないんですけど、ベースとか塗った後にほんのりリップとかを塗ると血色感が出て、そんな厚塗りをしなくなるので、みんなもやってみてください。こんな感じで、さっき塗ったマキシマイザーのうるうる感と、これはマットなんですけど赤リップの感じが合わさって超最高なリップになってます。最近グロスを上塗りするのとかツヤツヤリップにハマってるので、でも赤も好きなので、この2つを合わせて自分の好きな感じにしてみました。ちょっとね、今ね見たらね、チークがね全然見えないので、チークを足していきます。チュキーン、チュキーン。アリアはシェーディングとかハイライトとか持ってないので、めっちゃ買いたいと思ってます。なのでおすすめのやつとかあったら教えてください。あ、は
ハイライトといえば、なんかハイライトかは分かんないんですけど、この DHC のなんか家にたまたまあってよく塗ってるんですけど、この白のを鼻の上に少しだけ塗ったりしてます。これはハイライトなのかは分かんないんですけど、塗ったらハイライトっぽくなるのでよく塗ってます。あとなんかここら辺とかに塗るといいって感じですあと唇の上なんかに塗るとよりぷっくり感、ぷっくり感が出てシャキッです。みんなもやってみてね。ちょっと鼻がシュキンって見えましたよね。目見えるかな。こんな感じでメイクは終了です。みんなも気になったものとかあったらコメントで言ってください。アリアのメイクは終わりです。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。